ーの321ヒカルです。はい、ということでですね、今月も破産しましたね。破産しましたそうですね、今回はですね、購入品紹介をしていこうかなと思っています。はい、今回はですね、新しくね、我が家に家族が増えたこともあってですね、それ関連の道具、靴と、まあ服とか靴とか、家のインテリアとかですかね。まあ今月はそんな感じになっております。ということで、早速いきますか。やっちゃいます。紹介していきたいと思います。えいえいよー軽せーの、やってみよう。はい、ということでですね、まあ、さっきも言った通りですね、あの家族が増えたということで、あの動画にも出てるんですけど、猫ちゃんが我が家に来ましたね。はい、来ましたね。あの猫ちゃんのうんちってめっちゃ臭いんよって。ワンちゃんより臭いかもしれない。そう、めっちゃ臭いの、猫ちゃんのうんち。はいはい。で、飼ってて猫を、はいはい、だから匂いがやっぱ充満するわけよ。密室みたいになってる。そうやからですね、今回、空気清浄機を買いました。おい、じゃーん、こちらです。ババン、 LVH132 コンパクト空気清浄機でーす。で、なんかセール安くなってて、ちょっとだけアマゾンで。なるほど。だからもともと1万6000円とか2万ぐらいのやつが1万切るぐらいになってたかな。おお。はい、こちらです。これかわいい ね。で、上にね、こういう感じでボタンがついてます。これなんかどこからなんか開けるとこある。これ回すんちゃう。 え、むず。そんなとこない。むずなの。はい、こう、これダメです。裏、あ、こっちや。えぐ。OK です。これをじゃあ猫ちゃんの部屋に置いて、空気がきれいになることを祈っております。はい、これいいじゃん、はい、次はね、カバンを買います。はい、ダラーン、じゃん、 MCM のピンクのショルダーバッグを買いました。あ、いつの間に。こんぐらいの大きさで、ここはちょっとこういう感じでペコってなる。で、おしゃれ。こう感じで、なんか俺もカバンコレクションしたいわ。ボタ君手ぶらで出かけるからいらん。そうだ、カバンいらんのよね。これはセールしてました。で、今見たんですけど、まだやってる。わかんない、これ出てる時には終わってるかもしれない。確かに確かに。これが、種類が MCM のスモールソフトベリークラスボディバッグリセットって書いてます。はいはいはい。で、もともとが10万円ぐらいなんですけど、セールで6万円ぐらいになってました。半額やん。そう、ほとんど半額。だから買いました。かわいい。かわいい。あとはね、靴をいっぱい買ったので、小田くんもね、靴増えたよね。そうです、あのスニーカー男子です。ということで、靴箱の方に、ね、移動していきたいと思います。レッツゴー。はい、到着しました。玄関でございます。はい、はい、ということで、まずサンダル、これじゃーん、かわいい、エブリスのサンダルです。これは黄緑っていうの、かわいい。カマキリっぽいね、全体的に。なんでこの紐の感じがかわいい。これがサンダル1個目。この形もかわいいよね。次にまたサンダルを買いました。こちら R&E で買いました。厚底の白のピンヒール。はい、これはめちゃくちゃ身長が漏れる。こういうね、リブパンツ、ロングパンツに合う、はい、おしゃれになる。じゃじゃーん、こういう感じです。これ厚底だけどヒールあるし、なんかあんまりここの差がなくて歩きやすいです。ヒールだけど全然走れる。やば。次はですね、ヴィンテージでシャネルのスニーカーを買いました。はい、これシャネルの靴多分ね、めっちゃ高いんだけど、元がね、はい、これヴィンテージなんで3万ぐらいで、4万、3、4万で買いました。やっぱスニーカーいるよねっていう。スニーカーだよね、やっぱり。楽めっちゃ、ヒールじゃないと。次またスニーカー買いました。こちら、これはナイキのオリビア・キムとのコラボのスニーカーで、色とかデザインが珍しくない？確かに、すごい、なんかシママさん。そう、めっちゃ可愛い色とかデザインが、まあ、ワンポイントとして履くようですね、これは。はい、これはヒカルのコーディネート見てる人はよく知ってると思うけど、スナイデルのサンダルをこれ買いました。めっちゃ歩きやすい、やばいこれ。まあね、登山でも行けるみたいな。登山は無理。無理だ、これは無理だ。でですね、これスナイデルなんですけど、これ、え、一緒やん。違うよ、これ形が一緒やん。このシリーズ気に入りすぎて、ほとんど同じやけど2個。めっちゃおすすめ。これマジで歩きやすい、やばい。またスナイデルの夏用のブーツ。そんなんあるよ。先と
かとが開いてて、これはロングスカートとかで合わせても可愛いし、まあ結構白なんで万能でおしゃれに見えます。サンダルまだあります。こちらクリアサンダルを、これも R&E で買いました。これはね、先がちょっととんがってて、ちょっと大人っぽい印象になる。攻撃的だねでもかかとがクリアだからめっちゃ夏っぽくて可愛い。あとまたヴィンテージで、はい、グッチのサンダルも買いました。これミュール、ミュールが結構今年好きで、これもヴィンテージなんですけど、もう歩きやすい、超すごこんな感じ、歩きやすいのを基本ベースとして考えてます。でもヒールがあるのが好きなんですよね、厚底とか。でこれはマネージャーさんにプレゼントでいただいたナイキのスニーカー。かわいい、かわいいです、めっちゃかわいい、履いてます。以上かな、最近は。俺もちょっとあるんですよ。はい、じゃあおたくんどうぞ。はいはい、おたくんです。僕はですね、まずこちらです。はい、こちらマネージャーさんにあのヒカルと一緒でもらえたやつですね。はい、見てこれ、このレインボー、レインボーかわいい、すごくない？かわいい。そう、これはもうすごいね、紫と黄色という素晴らしいコンビネーション、プラスのこの虹色ヘア虹色ヘア、すごいいいねこれね、俺白ってあんま履かないんですけど、うんうんうん、だからよりやっぱりね、こうやっぱ手入れとかね、うんうんうん、そういうのをちょっと勉強しようかなということで。そうやな。はい、ありがとうございます。そしてですね、こちらじゃん、バンズのですね、バンズバンズじゃないの、バンズのですね、はい、あのスニーカーとなっております。新しい発音で、俺ね、あのハイカット、これハイカット、ね、そう、僕ハイカットをマジで履いたことなくて、あんまり、うんうんうん、なんでちょっとこれはね、ちょっと履きやすいかなという。確かに。どうでしょうか、なんか服に合いそう、めちゃくちゃ。そう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 、おしゃれという感じです。かわいい、はい、で、おたくんいつも履いてる靴もちょっと教えてください。もう俺はね、このね、もうこちらとなっておりますもうこの選抜スタメン、この3つのみ。あ、なるほど、はい、これはジミーチューです。これはアトスタです。これはヒカルがあげたグッチです。まだ綺麗よな。綺麗、めっちゃ綺麗よな、うん、ちょっと俺ね、履くとき気をつけてね。マジ俺いつもなんか歩き方が変で、うんうんうん、なんか擦れちゃうよね。なるほどね。なんか頑張って、これも意外と思ってるわ。確かに、たくんは割となんか服がシンプルなんで。そうそうそう、なんか派手なやつが多いよね。そう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 、やっぱワンポイントということでねうんうん、うん、そう、マジでいつも黒いズボンしか履いてないんで。確かにね、という感じです。はい、靴編以上です。こちらは以上です。はい、ということでですね、次はこちらすぐなんですけど、こちらに移動してきました。玄関入ってすぐのここの棚のとこ、前まで何も置いてなかったと思うんですけど、はい、ちょっと増やしました、インテリア。はい、こちらです。じゃじゃーん、かわいいでしょ。これはポスターと額縁を別々のとこで買ったんですけど、この額縁は普通に Amazon で売って、はい、で、これがフランフランで買いました。めっちゃいい匂い、これおすすめです。で、これはインスタグラムの家具のアカウント、インテリアとか雑貨のアカウントで買いました。かわいいでしょ、これ刺さってるんですよあの鏡の位置なんよ、ちょっと置いてみてそれなんでよ、一回置いて、あのひっくこれ何、あのあれベルト確認やる。あ、そうそうそう、そういうこと。顔はもう無理、一切映らん。あとですね、トイレに行きます。あ、トイレ進化したよね。トイレです。トイレもね、ちょっとここに増やしました。ほんとや、増えてる。これは全部フランフランで買いました。ほんとや、このね、花瓶可愛くない？おお、偽物なんですよ、上。あね、だからずっと置いとけるかな。かわいい。ちょっとここちょっと改良の余地がまだ。そうですね、まあとりあえず微妙な感じなんです。はい、はい、で次ですね、寝室行きます。寝室行きましょう。はい、失礼します。あ、すいません、お休み中すいません。あ、すいません、お邪魔します。お休み中すいません。わかりましたね。ということでこちらですね、はい、布団。かわいい、この枕カバー、なんかすごい良くなった。がおニューになります。もう女の子の部屋やん。布団カバーとこの枕はとインスタグラムにタグ付けしたんですけど、インスタグラムの家具のショップで買いました。いい家だよ。ゴロゴロ言うてるよ。ゴロゴロ、ゴロゴロ嬉しいんやで。ゴロゴロ言うのって。はい、寝ます。いやいや、俺のまだあるんでちょっと待ってくださいじゃあ俺の方に行きます。はい、ということで撮影部屋に来ました。はい、まずこちらです。こちらはですね、なんとおたひかチャンネルの YouTube がですね、はい、あの25万6千人現時点で、はい、こちらですね、なんと、生でですね、はい、チャンネルが変わると。なるほど。ってなっております。で、これだけじゃなくて、うん、で、いろんなモードがあって、うんうんうん、ニュースとかあったり、うんうんうん、ラジオ、ラジオで、これストップウォッチ。あ、ストップウォッチね。あ、そういう機能がいっぱい機能がいっぱいあって、で、これアプリと連動してて、うん、携帯でいろいろできるんですけど、はい、こちらですね、お値段めちゃめちゃ高いです。4万以上しますね
いる？あの、いるんですよ。やっぱね、こう25万6千人の方がね、待ってるという。あー、そういうことね。だからすごい大事なものです。仕事部屋にはいると。はい。はい、あとなんかこれも増えてるよ。あ、そうです、マイク。これ俺の個人チャンネルのゲーム実況用の。うん。実行用ね、実行用のマイクですね。はい、で今までこれ使ってたんですけど、うんうん、でこれ一人用なんですよ、うんうんうん、でもこっちだと二人でもいけるんで、確かにこの両方何かでコラボして撮ったりしてるんで、そうそうそう、でですねこちらなんかボタンがあるんですよ、うん、全然見えない、そうそう、これはですねいろいろできます、ワンボタン押しただけで URL 飛べたり、うんうん、なるほど、いろいろできるっていうね、壊れた壊れた、今この瞬間壊れました。でこれも2万円ぐらいしますね。以上ですか？以上ですかね。はい。はい。あとごめん、これも買ったわ。パムさん。パムさん。来てや、こっち。パムさん。何？これも買いました。この台、これ。台、これマウス使ってないやつ多すぎやろ。いらな、マウス。っていう感じです。だ、もうおもちゃまみれやな。毎月おもちゃ増えてって。おもちゃ王国。新しいおもちゃ好きやもんな。じゃあね、またね、みんなって言って、はい、ということで、はい、今月の購入品紹介はあと一つになりました。何でしょうか。猫ちゃん飼ってる人はめっちゃおすすめなんですけど、犬とか猫とかね、はい、これ見て、パクパク、パックパクって書いてあるやばこれね、こうやってこうやってやるんですよ、はいはい、こうやってしたら毛がほら一瞬でこれ止まるんです。すごっ。から目に見えないホコリとか、うん、毛とかがこうやってパクパクするだけでこうやって溜まるっていう優れもの。でもこれさ、こうやってパクパクするじゃん。うん。そしたらもうこうやってパカッて開けて、このままゴム箱にストンって。すごっ。そう。これはまあちょっと今名前忘れたから、あ、テロップで出しておきます。Amazon で買いました。テープとかだと俺さ、うまく剥がせないよね。わかる？あの、え、あんじゃん、テープでやるやつ。ローラーあれ、確かに、あれちょっとめんどくさいんで、めっちゃそれいいなって、あの剥がす隙間わかんなくなる、ね、そうわかんない。はい、ということで以上です。はい、ありがとうございました。またお越しくださいませ。ありがとうございます。はい、はい、ということで今月の購入品は以上となります。イエーイ。はい、ということで今月は、はい、いや、ね、猫グッズめっちゃ買ったね。そうやね、猫と光は靴が異常やったな、うん、あー、靴確かに、サンダルが季節的に増えたから。そうやな。まあ服はあえて紹介してないんですけど、はいはいはい、多分50着ぐらいは増えました。増えすぎやろなんで、まあ服はね、インスタの方にコーディネートをバンバン載せてるんで、そっち見てもらった方が早いかなと思います、はい、ということで来月は何が増えてるかな。来月は、うん、車を買います。いや、買わない。やばい、それは本当に破産する。はい、はい、ということでまた来月お待ちしております。イエス。バイバーイ。バイバーイ。